バスバ、バ、バスバ、バ、バパパ。ババババ。バパパパ。バ。出てきたかな。私が閉めるわ。いいね、マーミいいね、これ楽だ。あ、いいね、イブちゃん。いいね、マーミいいね。ママも行くよ。はい、外行こう。いいね、マーミ。いいね、上手じゃん、イブちゃん。上手に歩いてる。こっちがこうやってあっちの部屋で寝ました。でこう照ると木がうわー山の中です。周りには何もありません。山の中です。非常に静かです。鳥の声しか聞こえません。癒されます。お、誰が来た。え、誰ですか。あら、あら、この子タイヤ触るの好きじゃんね。ちょっと危険です。今から手で触る。タイヤはいかんよ。はい、よし、強制送還です。いろいろ触れて、ハンデ。ハンデ。ハンデ。はい、終わり。散歩終わりです。コマがね、上手になったね。昨日はね、できなくてイライラしたとけど、できるようになったね。よかった。コマ潰した。まだお食事に興味が。綺麗ですよ。でこう来て、あっちなんかくるくる回るのもあるし、あそこが忍者村です。こんな感じ。2日目でございます。はい、今日は晴れてですね、天気が非常にいいです。良かったです。で、宿から
ここ忍者村まで走ってくる間にね、なんかイベントとかやってたんで、リンゴをね買いに行ったんですけれども、私はねおっぱいがあったんで車だったんですけど、子供が取ってきてくれたんですけど、リンゴ4つで300円とかね、白菜1個100円とかめっちゃ安くて、ちょっと買い物しました。キノコも買いました。えのきね、えのき買いました。で、あの忍者村まで来る間、ドライブしてた時にモミジがすごい綺麗で、紅葉もちょっと楽しめたのでね、非常に良かったです。今から忍者村を楽しみたいと思います。忍者からくり屋敷ね、はい、行きます。あそこ、あそこだ。めちゃくちゃいいところ。イブちゃん、くるくるあったよ、うん、ここ何くるくるや、くるくる、うわーいいねー。おーおーすごいすごい、おーおーおーくるくるすごい、おーおーすごい、くるくる回るの大好きだからね、興奮して見てます。おー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 すごいね、おーおー、あ、あそこ忍者がぶら下がって移動してる、ほらほら忍者が動いてるよ。おお、忍者動いてるね。で、ここ手裏剣やれるよ、手裏剣、手裏剣、シュッシュッシュッシュだよ。こうやって咲いて、こうやって咲いて、上から的は自分で決めて、好きな的決めて、選んでどこでもいいですよ、自分で。4番、上から、はい、上から、なるほど、はい、はい、お願いします。はい、はい、いいよ、はい、長男、長男、うわー、ほちゃん、もっと強く強くやってみて。あ、次僕、あ、いいよ、順番別にいいよ、いいよ、同時にやっちゃっていいよ。外したもん、下手やん。上から下へ。あ、いいよ、同じ的でね、同じ的でね、同じ的でないとね。ありがとうございます、サービス。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。忍者が、よし、からくり君に行きますか。はい、迷路やりに行こうか。はい、からくり屋敷、ここで迷路やります。からくりがね、すごいですよ。なんかいろんな仕掛けがあって超楽しい。扉をなんか普通にね、こうやって開ける扉なんだけど、下から開けなあかんかったりとか、押さなあかんかったりとか、いろんな仕掛けがあってめっちゃ楽しかったです。あのハイライトはね、斜めの部屋っていうのがあるんですけど、めっちゃ気持ち悪い。でもね、子供たちめっちゃ喜んでね、滑ってきたりね、楽しかったです。あそこ超おすすめ、めっちゃいいです。ぐる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 、カフェポトポト落ちてるね。あ、あ、もうないよ。もう一回からくりでやりたい。からくりもう一回やりたい、うん、やれるのかな。忍者が、イブちゃんこれ見て、面白いよ、見て、もう一回。うわー、このキノコすごくない？怖いね、これ食べたら死んじゃう毒キノコかもしれんね。わあ、めっちゃ綺麗。わあ、紅葉が綺麗ですよ。忍者村楽しかった。環境が素晴らしい、ここ。
クマが出るってじゃ。藤井君、ここクマが出るって、クマ。ここでベビーカー無理かな。なんで？行けるところまでは行こうよ。うん。行こう。あ、遠くまで行くの？とベビーカーで行けるところまで歩いてみたいと思います。散策します。空気が美味しいです。で、ここは若干寒いです。長袖 T シャツ1枚だと寒くてちょっと羽織りたい感じ。ちょっと寒いんですけど気持ちいいです。行ってきます。うん、この道をずっと歩きます。気持ちいい。紅葉を楽しんでいたんですが、パパたちは先が見えないっていうことで、戻りまして、もう帰ります。また次のところに行きます。遠すぎるということでね、やめたそうです。はい、戻ります。鳥居からね、あっちまで1キロあるみたいなんでやめました。肉まんとソフトクリームを食べてみたいです。寒いんだ。でもちょっとあるよ。ちょっと見せて。うわー、美味しそう。君その汚い手で触るんかい。おげー、汚い。あ、もう来たじゃん。うん、食べてみ。じゃあこっち見て。おいしい。おいしい。あっち左曲がると駐車場です。でこっちこうやってきて、はい、見てください、この紅葉。イブちゃん、今から鏡池見るよ。寒いか、花が赤いね。鏡池見に行こうね。イエーイ、鏡池見に行くよ。思ってたより大きい。綺麗。ああやってね、映るじゃん。鏡みたいに映るから鏡池っていうのかな。多分そういうことじゃない？わあ、めっちゃ綺麗。これはね、善光寺の延命茶。机買ったとこね、その家具屋さんの奥さんがお茶を出してくれたんですけど、そのお茶がすごい美味しくて、で聞いたら延命茶で薬局に売ってるよって、すぐ目の前にある薬局に売ってるよって教えてくださったんで買ってきました。キーカメラを消しちゃダメですよ。今カメラを今消しちゃダメ、消しちゃダメですよ。こんにちはって。1キロ太っちゃったね、長野旅行行ってね。 Oh my gosh, yes, yes. 14.5 キロです。1歳1ヶ月です。はい、カメラが気になる。